クレヨンしんちゃん、嵐を呼ぶ園児、しんちゃんや、ミサエが一部音声があったり、当時のアニメ OP の、夢の END のサビが音声付きで流れたり、スーファミのゲームでは、革新的な技術が盛り込まれてる、が、ミニゲームが鬼畜すぎでクリア不能、神経衰弱や、じゃんけんゲームみたいな、運要素しかないゲームや、CT が強すぎる水泳、旗揚げゲームを、どうやって攻略しろと。超高画質サーディオン、メカニックデザイン、加藤喜一、音楽は田中康平、監修はガイナックスが参加して、豪華だが肝心のゲームの出来は、超もっさりした動きで、遅くストレスが溜まり、動作もせかせかと動く割には遅かったり、ジャンプ時のポーズも、不自然でかっこ悪く、攻撃音も軽く放屁のような効果音もあり、爽快感は皆無。また3段階に変形もでき半妖精のサラマンダー。攻撃のあるセイデス。回避のレオタルドに変形できる。アレタイトルのサーディオンは？これはステージが進むことで変形できる。が敵は大抵上から出てくるので、上へ攻撃できない。レオタルドやアルセイデスは、活躍の場はほとんどない。何のための変形？しかも移動スピードはどれも一緒。ストーリーもシリアスで、誰も報われない理不尽で、救いのない展開なので、やってて憂鬱になる。
またステージ8は、一見穏やかな光景に見えるが、実は擬態した怪物たちの闊歩する世界で、内部に進むと、嫌悪感が煽る構造で、ちょっとしたトラウマになる。セールス的には、失敗した本作だが、田中康平の音楽は好評で、発売されたサントラ CD の評判は、すこぶる良い。特にメインテーマの曲はテレビの、開運、何でも鑑定団、の、鑑定士紹介で長らく使用された。また小説も発売しており、こちらも評判が良く、今ではプレミアがついて、入手困難になっているほどです。またメカニックデザインは、加藤木はじめさんだから、ジャケットの絵は良かったなぁ。で、監修はガイナックスって、これ、ゲームじゃなく、アニメにした方が売れたんじゃね？サンドラの大冒険。ファミコン時代の名残かわからないが、一撃でやられます。難易度は非常に高いので、一面から大苦戦間違いなしです。しかしゲームとしては、丁寧に作られているので、やりがいのある難しさですね。霧もみアタックを体得しないと、一面もクリアできない。ジャンプの着地時や、攻撃を外した時など、隙ができやすいが、一撃死ゆえ、その時に最適な動きを要求されるので、パズル的とも言えるアクション。世界観は可愛らしいが、ストーリーも難易度も激辛です。テイルズ・オブ・ファンタジア。出会ったら即逃げなければ、全滅になってしまう雑魚敵がいたり、ウンディーネとか、ボス戦が理不尽すぎる難易度です。先にプレステ版の、ファンタジアからプレイしたので、とにかく理不尽に難しく感じました。今でも続く、テイルズシリーズの第1作目、アクションゲームさながらの、リアルタイム戦闘システム、そして豪華声優陣によるキャラクターボイスが魅力的で非常に好きな作品でした。序盤でストーリーに引き込まれてしまいました。しかし難易度が高いため人によってはクソゲー扱いの人もいるかと思いますが個人的には名作でした。シンプルな RPG を楽しみたい人におすすめです。
Thank you.
筋肉マン、ダークチャレンジャー。人気アニメの、筋肉マン、筋肉星多い争奪編を、題材としており、勝敗は、相手をフォールするか、体力を減らしギブアップをさせることで、勝敗を決する無制限3本勝負。なので敵キャラは、マッスルスパークを決めても、ノックアウトがないので、普通に相手が立ち上がってくるのです。攻撃が単調で難易度を下げても、CPU が強くて全然クリアできないです。ライトファンタジー。理不尽というか、辛い RPG なら、本作の戦闘システムは、シミュレーションゲーム的な、タクティカルコンバットで、敵の強さがこちらに合わせて上がっていく仕様。これのせいで慢性的に戦闘が忌しめ、攻撃や魔法のミスも多く、時間がかかりがち。無駄にマップが広い上に、エンカウント率も高いので、だるい戦闘を繰り返すことになり移動が辛い。魔法の燃費が悪くて、回復アイテムが必須。どこでもセーブができるのは良いけれど、ランダムに決まるターンのせいで、敵に連続攻撃を食らって、全滅、セーブしたところから、と事故が起きがち。2もスーファミで出てるんですが、あまり改善されてない感じです。理不尽な苦行ゲー、と思いきや、なぜか一生懸命遊んでました。Thank you.
よろしくね。